こんにちは、モテソクです。今日はですね、日本という国ができてから2674年目の11月3日文化の日です。先週ですね、11月28日に横浜市立八景小学校で、モテソクプログラムを受けてくれた5年生の皆さん、どうもありがとうございました。浅野先生からですね、モテソクに追加の質問があったということで、ちょっとね、答えたいなと。簡単な質問なんですけど、どんな研究をしているのか、その研究をすると将来どうなるのか、そんな話ですね。で、メールでね、2、3行でパッと答えてもよかったんですけど、せっかくなんで、ちょっとね、ビデオでこういう形でメッセージを届けたいなと思います。で、どんな研究してるか、なんていうか、つまらなくメールで2行で返すとすればどんなこととかっていうとですね、熱帯で、雲がなんていうかな、いくつどうしてどれぐらいできるのかということを調べるとですね、そもそも地球の気象の原動力っていうのかな、そういうのは大元全部熱帯から来てるんですね。なので、日本の気象のことも分かると、そういうつながりがあるから熱帯の雲が、の不思議なところを見つけて研究していると。で、それが分かれば、ありていに言えば、ね、天気予報良くなるでしょうという話なんですよ。もっと良くなったらいいですよね、というのがですね、ありて、なんていうか、一般的な答えですね。で、僕自身は、それの理由でもあるんですけど、もうちょっと別な文脈もあってですね、それを説明するのに、ちょっと別なことも話してからにしようかなと。今日はね、文化の日っていうことで、文化の日って皆さん知ってますかね。僕もね、さっきね、調べたんですよ。iPhone で調べましたけどね。そしたら、なんと日本の憲法ができた日らしいですね。憲法の記念日は5月3日なんですけど、憲法作ったよっていう日が11月3日なんだそうです。それで、これは気象と何の関係があるんだという話ね。ぜひね、皆さんまたネットで調べてみてくださいね。すごい面白いんですよ。なんと11月3日はですね、過去30年ずっと11月3日を調べていると、晴れの日がやたら多いという日らしいです。これ晴れの特異日って言うんですけどね。これね、なんでなのかっていうのはちょっと僕もよく分かりませんけど、こういうことに気づくっていうのはすごい面白いことだと思いますね。でね、もっと面白いのがですね、今は晴れの特異日としてですね、ここ30年ぐらいではすごい晴れが多いという日なんですけど、それよりちょっと昔の前の30年間ではあんまりその晴れは多くなかったそうです。で、だから晴れやすい日だと、この11月3日が晴れやすい30年と、もっと昔のおじいちゃんおばあちゃん、その日おじいちゃんひいおばあちゃんの時はですね、そうでもなかったみたいな変化があるっていうことですよね。つまりで、これなんでなのかよく分かりませんけど、調べてみても面白いですよね。きっとなんか分かると思います。ぜひね、調べて、気になった人はね、調べてみてほしいなと思います。で、そんな文化の日にですね、ちょっと今日はね、皆さんからこの間のプログラムに寄せられた感想をね、読ませてもらってて、もうほんとね、どれを読んでもね、なんていうのかな、感動しますね。本当に素直な感想で、紅葉の話とかね、春夏秋冬のどれが好きですか、すごい単純な質問じゃないですか。で、それに対してこれだけのことが書けるってのはすごいことだなと思います。表現力っていう意味でね。で、それを上手い下手じゃなくて、本当に心から素直に思ってることを書いてるなっていうのがですね、
感じられて、そういうものが伝わるんだっていうことをね、まあ、あのプログラムで僕も言いたかったんですけど、それがね、あの皆さんの感想にすごく出ていて、とっても感激しています。特に泣けたのは天の神様の気持ちっていうね、僕が表現した、で天気予報というのは天の神様からの連絡帳だよという話をしましたけど、まああれは要するに前々から決まってたセリフではなくてですね、皆さんを前にしたらそういうセリフが出てきたんですね。つまり小学校5年生の人に一生懸命上手い下手じゃなくて、まっすぐなんかこう言いたいこと伝えようと思ったらバーンと出てきた表現なわけですよ。わかります？うまいこと言おうと思ったわけじゃないですよ。でもそういう表現がみんなにはこう響いたんだと思うんですよね。で実際そういう感想を書いてくれて、それがね本当に嬉しいんですよ。でだからなんていうか、僕はうまくいったから嬉しいんじゃなくて、いったりいかないっていうので嬉しい嬉しないじゃなくて、みんなが本当にその素直な表現っていうのは何なのかっていうことをですね、あの場ですごい体験してくれたっていうことが嬉しいんですね。で研究の話にちょっと戻りますけど、気象ってね、いろんなよく分かんないことがたくさん起こってて、それを何とかして表現したくなるから研究してるっていうことを最後に言いましたけど、であとそのいろんなものとつながってるって話ですね。だからそのつながりを見つけるたびにワクワクするというかですね、だからそれが見つけるのが楽しくて研究してるという話をしますけど、まあ、さっきね、熱帯の南の海の上で雲がたくさんできる理由をさ研究してますっていうのを最初に言いましたけど、マナボー防災ってね、台風の話しましたね。あれ台風ってまあ雲の大集団じゃないですか、大軍団じゃないですか。であれがなんであんな大軍団になるのかと、最初は一匹の雲とか何の変哲もない雲だったのが大軍団になっていくのは不思議ですよね。だからそのつながりを見つけたくなると、でそれが研究の始めだと思います。もっと探していくとですね、あの台風ですら卵であった時があって、熱帯では台風10個分ぐらいのもっとバカでかいですね、大軍団がいるんですよ、ね、親玉ですね。つまりそれをね、僕は研究してるんですよ。つまりですね、まあ台風を悪者に言うのがどうか分かりませんけど、まあ、台風というですね、まあ、風やんを悪者っぽく僕言いましたよね。あいつ一匹を生み出す悪の巣窟があるわけですよ。まあ悪い面だけじゃないんですけどね、じゃないんですけど、まあそのあいつを生み出すですね、あいつ10匹分ぐらいを生み出す大集団の巣窟が熱帯にねできるわけです。でそれが日本の真南の南の海、パラオとかっていう国、小さい国で、僕はですねいろんなデータを取りながら研究してたんですね。でそれを追っかけていくとですね、実はもっと行くとそいつはインド洋から来ていたという話ですね。どんどん辿っていくといろんな地域をつないでいかないと見えてこないものがたくさんあるんですね。つまりその日本にやってくる台風、大元をたどったら日本の真南3000キロを下ってパラオという国があってですね、そこにつながります。でパラオという国だけで調べたら、もっと実はもともとはインドネシアとかインド洋とか、インド洋のあるモルジブ共和国という小さい国があるんですけど、まあ、そんなところにも日本とのつながりを感じたりすることができるんですね。まあ、それ国とのつながりという意味でもそうだし、気象というかですね、雲一つを作るのにどうしてそうなるのかっていうことをたどっていくと、どん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 つながっていくんですよ。でそれをね、僕は研究してるし、それをつなげていくと、まあ、なんていうんですかね、未来どうなるかっていう話ですけど、本当はつながってるのを知ってるのは天の神様だけなんですね。でも僕らがそれを天の神様の気持ちを知りたいと、知れば知るほど生きやすくなる、つなぎ目をどれだけたくさん見つけれるかじゃないかなと。でそれはもう僕は専門として見つけてますけど、
あのみんながやってもらったようにですね、あの誰でもできるんですよね。あの自分の教科書を作ってもらいましたけど、自分でできるわけですよ、つなぎ目を見つけるっていうことは。であれをですね、まあ、1個作ってもらいましたけど、あれを1個2個3個10個100個200個1000個ってつなげていくことはもう誰にもできるんですね。誰にもできるんですよ。でも、まあ、僕はその、まあ、何個作ったか数えてませんけど、それをつなげるのに夢中になってるっていう話ですね。でそれをつなげる楽しさをみんなにも味わってほしいなと。で気象だけじゃないかもしれないですね、その最終的には。その、うん、まあ、そういうことをですね、みんなにも味わってほしいなと。そういうのが当たり前にできるようになる未来があったらいいなと、まあだから天気予報が良くなればいいっていうだけじゃないっていうかね、それはそれでもちろん良くなるようにという研究もしてるんですけど、持っていくと、あの誰もが津波決めを見つけるのが楽しくてしょうがないということに気づく、まあ、そういう未来になったらいいなと思ってます。ということでですね、あのね、本当短い時間でしたけど、一生懸命取り組んでくれてありがとうございました。そしてですね、まあ、あの1時間だけにしないでね、あの楽しいと思ったこと、好きだなと思ったことはですね、もうバンバン調べてですね、あのどんどん検索してくださいね。でどんどん自分の教科書をね増やしていってほしいなと思います。それではまたね、何かの機会があったら、ね、みんなの教科書また新しく作ったら 見せてほしいしということで、またモテ作読んでください。はい、ということでモテ作からのメッセージです。ありがとうございました。バイバイ。